ピッケットマーケットフラッシュご視聴の皆さんこんにちは。ピッケットジャパンストラテジストの田中純平と申します。本日も田中大成さんとの対談になります。それでは大成さん本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週の相場ですけれども、米国株ですね、S&P 500指数がマイナスの零点六五パーセント安、そしてナスダックがマイナス一点一六パーセント安ということで、これきっかけが NVIDIA だったわけですけれども、この NVIDIA の急落ですね、ここについてはどう今お考えでしょうか。 うん、急落した当初は何かニュースがあるんではないかということで探したんですけれどもそれらしいものは見当たらないああ私よく例えて言いますけれども積雪雪が積もってるのと同じで相場が上がる時ってみんなわーっとこう集まってきますよねでどん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 取引をしていく。で下で買った人は上で売るけれどもより高いところで買った人たちが高いコストのポジションを持ってこう積み上がっていく。 これ相場が落ちてきたときにあこれまずいと思って比較的短期の投資家がそれで利益確定売りをして相場が下がると途中から損切りラッシュになるこれ普通に相場の力学で山高ければ谷深しとか波が高ければ落差大きく落ちるとかまあこういう言い方をするわけですけれども NVIDIA 1月から素晴らしいラインをした。2月決算があって ここで多少ぐらついて雪の下の方がちょっとこう緩んでる。まあそこに今回ですけれどもお決算乗り越えた後またどん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 積雪が進んででじゃああの金曜日相応ああち方になるかというと誰にもわかんないんです。これはあの相場がなだれ現象を起こす。これは普通のなだれと同じで積もってて危ないなとは思っても。 どこで落ちるかわからない。で、何か枝一本抜いたらそれで崩れるのかもしれないとか、そういう風吹いたら落ちるのかもしれないとか、そういうことでもある。まあ、事前には雇用統計があるから雇用統計でぐらついたらとか、いろいろそういうことをこう思うわけですよね。だけども雇用統計なんとか乗り切って金利も落ち着いてて、まあこれで週引系最後どうなるかなぐらいのつもりでこう見てたんですけれども、まあ、突然来たという感じです。まあ、本当にあのドッキリカメラでですね。 あの芸能人の人がおがらかに歩いてきて突然床がストーンと抜けて、うん、その床の下のスロープをこう滑ってくなりますよねまあ本当にああいうちょっとあっけに取られるような下がり方で始まってでなだれの途中見ながらこれは相当な落ち方にはなるだろうとただこれ相当な落ち方って言ってですねいかほどのものだったのかって考えるとあの日寄りつきから全治身も5%ぐらい高いところまで上がったんですね。 九百七十何ドルとか、そういうところに行ったんです。で、最後、一番低いところ、八百六十ドル台だと思いますけれども。その上がってったものが落ち始めて、前日比マイナス五パーセントも超えて落ちてった。で、上下で十パーセント以上幅があるわけです。で、ここに関わった人は、もう大変なことになったって思うかもしれませんけれども。その時に、何を見るかというと。ダメージを受けた人って、どのぐらいいるんだろう。そうすると、過去に作られたポジション。 このコストこのコストで作られたポジションのうちどのぐらいの人たちが含み損になって戻り売りとか投げ売りの対象になってくるんだろうってこういう目で見るんですねそうすると NVIDIA、上がって5%下がって5%なんですけど前日もめちゃくちゃ上がってるからほとんどあの金曜日の下げっていうのはだから本当にですねダメージ受けた人たちって限られてる局地的な現象だった。 NVIDIA が落ちるから同じように新高値をこうつけていた他の銘柄例えばメタとかですねあるいは半導体のソックスであるとか、まあ、そういうものも落ちましたけれどもこれもおおむねだから本当に限られた現象だったっていう言い方ができるんですよね。うん あの山高ければ谷深しというふうにおっしゃいましたけれども今現状ってまだ山を登っている最中なのかそれとももう山を越えて谷が見えている状態なのか今ってどういうふうにお考えですかこれはのトレンドの中の波動ですね波のこう上下とこれをどういうふうに捉えるかということなんですけれども、うん、例えば今回の生成 AI というテーマあるいは半導体は半導体で需給のサイクルがありますよね。これって 例えば1年2年3年で続くサイクルとするとこの上り坂があって落ちていくっていうこれが一つの波動なんですねでこの上っていくさ中にまたいくつも波動があるでこの波動の中にまた小さな波動がいろいろあるですから日ばかりで取引している人たちにとってみると日ばかりの波動がある1か月とか3か月で小さな決算を迎える人たちがいるとそれに応じた波動もやっぱり起こる。 1>, で1年は1年で波動を見えたものがあるで2年3年になってくると景気の波動もあるしっていうこういうふうになってくるじゃないですかですから1月からものすごい勢いで上がってきたものが落ちるっていうこと自体は比較的短い波動の一つとして起こっているというのが私の認識ですでより低流にある波動がどう続いていくか、まあ、トレンドですよねこれってあの長ければ長くなるほどファンダメンタルズの話になってくるんですけれども N. v i D. I. A. 株のファンダメンタルズは何かって言ったら業績ですよね。でこの業績、毎回毎回決算はとてつもなくすごい。で、あれだけの相場上昇になってるけれども、決算と照らしてみると。P. R. がそんなに高くない。これだけ加熱している相場なのに、P. R. 見ると。まあ三十倍そこそこだったりして。で、まあこれって加熱してるの?。いや、してないじゃない。 むしろ割安ななんじゃないいいいうこういうこ思いがあるから次々ととわれていくっていうところはあるで決算があまりにも強気で行き過ぎてるかっていうとまたこれもそうでもないんじゃないかっていう見方もまだまだできる段階ですよねですから私は今回起こっているような現象というのはその大きなトレンドの上で短期的に波が高くなりすぎてぐらついたからそれは落ちる場面がありますという類の話だと思うんです。 で本当にあのファンンダメンタルズ自体が変わる生成 AI そのものの見通しが変わるって話になるとこれは NVIDIA に限らずその周辺のものもそうだしその他の株にも相当影響がいくだろうと思うんですけれども周辺に離れていけばいくほど下落しているものが少ないむしろあまりにも周辺になってくると上がっている銘柄も結構あったっていうこういうぐらいの感じなので、まあ、その点では局所的な限定的な現象として見るのが 現時点では妥当だなっていうふうには思いますそのまあファンダメンタルズが重要ということですけれどもやはり目先これ鍵になってくるのが GTC ではないかなというふうに思うんですねこの GTC というのは NVIDIA がえまあ開催しているイベントのことで毎年やってるんですけれどもこれが3月の18日か21日に開催予定ということでおそらくここでまあ新製品について何か言及があるんじゃないかということでまあ期待感が高まっているかと思うんですけれどもやはり 決算の前に一つこの GTC が鍵になってくるかなというふうに思うんですがいかがでしょううん。ちょうどその時期って FOMC もあるじゃないですか。すですから私も今回ですね2月の決算乗り越えた後の NVIDIA 株のリズムっていうのをこう私のシミュレーションの中で想定するんですけれども雇用統計のあの週に一旦こうちょっと上下度あるかもしれない。それからそれを乗り越えたら FOMC あるいは、そのイベントのところで、もう一つ山があるかもしれない。だけれども、その手前でこういう落ち方を一回見てると。ここを乗り切って、上がっていったときに、そういう節目のところって。次の、やっぱり相場の波動の、下り坂になりかねない、いうこういう要素があるんですね。うん、で、これって、あの、イベントがどっちに効くんだっていうのが。事実よくわからないところがあって、ポジションが相当上がってしまった後。 相場が上がってポジションに含み益なり含み損なりというのはこう交錯している状況になってくるといろいろ神経質になるのでイベントを見てやったよかったっつって上がるケースとイベントを見て上がったと思ったらでもそれ以上のものがなかったらだから現時点では相場では節目としてそこを一つ捉えていてそれで上がるかどうかということについては現状ではクエスチョンマーク。というのも。うん NVIDIA はそれ今後のチップの開発について次はこれ次はこれ次はこれというのはある程度こう公表してますよねですからそれの中身について新たに何かものすごくみんな目を開かせるようなものがあるのかどうかということについても現時点では分からないということかとは思っています、うん、ありがとうございます。 まあ先ほどのバリエーションについて言及がございましたけれども、確かに今、足元では12ヶ月先の予想 PR で35倍台ということなんですけれども、成長率をですね、まあ、鑑みれば、そこまで割高ではないという見方もあるかと思うんですけども、実は2030年まで引っ張って PR を計算するとですね、実は25倍なんですよね。そこまで先を見ても、バリエーションがそこまで下がらないと。 いうこことなんで、まあ、これでれすねやはりよっぽどです、ね、強い材料が出てこない限り今の高いバリエーションというものが正当化されなくなってくる、まあ、そういったリスクもあるのかなというふうに私も思いました、うん、このエヌビディアというのがもうすでに全米あるいは世界第3位の時価総額にまで大きくなっているでこの巨大企業がこの生成 AI という分野のチップにおいてはボロ儲け状態なんですよね。競合するものがない で競合しているように見える一部シェアを取っているチップを出しているメーカーというのも NVIDIA 製のものが手に入らないっていう需要先が仕方がないからそこの使ってるっていうところがあるぐらいだからまあその点でいうとですねもうあの価格もどん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 上がる需要が強いからあ供給に対してものすごく上がるでその配分も NVIDIA 社が決めるっていう,もうすごい状態になっていてなかなかですね見られる展開じゃないんですよね。 まあですから私もこんなに高金利の時にはなかなかかぶってやりにくいっていうことを下地として、まあ、昨年来ずっと持ちながらもこの生成 AI というテーマが出てきたときにこれはもうサイクル景気サイクルとか金利サイクルを超越するようなそういう展開になる可能性があるっていうことで、まあ、そこにポイントを置いて取り組んできたというこういう流れにはなっているんです。 今市場全体についてはどうお考えですか業績面それからバリエーション面か、うんまあ、あの相場が本格的に崖を落ちる、まあ、高い山の後に谷が深く落ちるっていうこの事態っていうのは普通であれば金利が上がって逆金融相場とかあるいは景気が悪くなって逆業績相場ということになるんですけれどもこれはあの金利が上がって壁が落ちるというのは2022年に体験したことで。 NVIDIA もこの間に半値ぐらいまで落ちてるんですねで。そこから生成 AI の話が出てきて持ち上がってくると,ということなんですけど23年あれだけいい決算を出しながら400ドル500ドルの間で動けなくなってしまったっていうところがあってあそこも金利が長期金利が5%も超えるほど上がったことで NVIDIA ですら上がれないんだっていうのを見せつけられたっていうところがありますよね。だからそこはやっぱり警戒しなきゃいけない。でも今、うん 景気はしっかりだけれども、金利これすぐには下げられないからって言ってまあ、高止まっているとい時は高止まっている。でも、あの時の5%からすれば、長期金利は4%に近いところまで降りてきていて、まあ、それに対する安堵もあるし、向こう1年間見れば金利は段階的に下がってくるだろう。っていう見方になっていると。とまあ、そうなってくると景気は底堅い。金利には先安感があるで、一頃ほど高くないっていう状態は？ 株式市場にととっっててみるとゴーールディロックスいいうこういうこイメージがすごく強く強なってくるとでその中で生成 AI 相場が進んでいてでそこの業績がまあ非常に偏ってはいるけれどもなんとなく株式市場の業績にもいい影響を与える流れにはなっているとそうするとこうずっとこうサイクルでこう巡ってきて金利が上がったら株下がるんだ業績悪くなったら株下がるんだっていうところが 金利が上が上ったけど景気悪くならならいぞコロナとあとって何かちょっと特殊な事情もあるみたいって思ってるところに今度生成愛というテーマが出てきてこれって景気と関係あるのっていうぐらいの業績を示していて逆業績になかなななかか落ちいいよううととこころを辿ってるっていうことですよねですからまあ,あのファンダメンタルズ根本のマクロが崩れるかというと今のところ崩れる兆候というのは 足元でではは見えているわけではないで先々どうなんだって言われるとこれ正直言って本当にかからなないっていうしかないんですね2023年もこのマクロ環境が崩れていく方向だと思ったら逆に上振れてしまってでみんなあのコロナの後の特殊事情というのを思い知らされたわけですよね。でいまだにその名残が残っているかもしれないという気持ちで見なきゃいけない面といや,やっぱり下ってきたらそれはそれで落ちるよという面とこれはもう両サイド見とくしかないというところがある。 ですから現時点ではそういう兆候もない1000超える兆候もないという範疇でこれらの株について割とトレンドを追いかけていいというこの環境の中にいるってこんな認識ですよね。うん あのそうっ、ね、S&P500 指数の均等株指数、ですねこれは注目しているんですけれども、私、あの一般的な S&P500 指数って、時価総額過重指数で、要は時価総額大きい銘柄ほど、み比率が高いという設計になっているんですけれども、一方で、S、S&P500 指数の均等株指数というのは、500銘柄は同じなんですけれども、それぞれ均等にまあ配分されていると。 ああいう指数なんですけども、実はこの均等指数ですね。が、えー、最高値を更新したんですね。引、え、け、ー、値では3月の七日に。 最高値を更新したとということなんですねで要は何を申し上げたいかというと、まあ、今まではマグニシテントン中心に SP500 指数ですね、まあ、全体的に申し上げられたということがあったわけでそれ以外の銘柄はむしろあまりパフォーマンスが良くなって、まあ、そこは問題ですねという議論がされていたかと思うんですけども実は均等株指数で見ても、えー、史上最高値を更新してきたということなんでより一層これ銘柄の広がりが出てきたのではないかそういった意味では、まあ、これブレスというんですけどもあのよりいい 良い環境になってきたのかなというふうにも思うんですが、いかがでしょうか。これはですね、私はここにも生成 AI は効いていると思っていて、と言いますのは、生成 AI があまりにも高くなりすぎたっていうと、必ず期間投資家にはリバランスが起こりますよね。つまり割高になったものを売って、割安に残っているものを買うという行動が出てくる。で、これがあの生成 AI 相場の第二幕というふうに思っていて。 まずはが突っ走っ走でこれに関連する銘柄どこっていって周辺のものもいろいろ買われてっただけど同じ g a f a の中でも生成 AI のところにちょっと距離があるんじゃないのあるいは負けてんじゃないのっていうところがこのところずっと年明けてから下がってますよね、まあ、そういう色分けが出てきたそれからその g a f a を超えてその先のところでここは生成 AI の恩恵を受けるんじゃないかっていうところに広がりが出てきた。だから 今です、ね、リバランスとして考えなきゃいけないのは生成 AI がどんどん突っ走っていったで半導体もついていったでこれに対してそうじゃないガハムとか周辺のところってリバランスが起こるんじゃないのっていうのが一つそれから今度その先このテック全体はそれでも強いんだからといってその周辺の一般銘柄に対してのリバランスでさらに言うと その先で株がそんなに上がってたったら債券とのバランスどうっていうリバランスこれがもうこの3月末6月末とかっていう節目節目では結構大きなテーマになってるんじゃないのかなって逆に言うと今はその精製油で突っ走ったものが他の銘柄にも影響しているこれ去年の12月ぐらいから確認されてましたよねあの11月に精製油等の銘柄がこんなに上がった。 だけどこれ12月になるるとどううかってもたもたしてしでも一方でダウであるとか SP であるとかがぐいぐいグイグ上がってきてああここでリバランスが起こってるんだっていうことをこう確認させる展開になった、まあ、そういうことがですね相場全体を引っ張り上げてるんですけど相場全体が上がるとなるとこれから先の景気環境金利環境って他の銘柄が上がるのを正当化できるのっていう部分が当然出てくるので。 まあ、そのこと自体が株式市場の潜在的なリスクになって、可能性もないわけではないぐらいのつもりで見ています。え、それではですね、以上を踏まえた上で、これからのですね、相場どう望むべきか。お聞かせいただけますでしょうか。うん。私はあの、先ほど申し上げたように、nvidia 株。の滑落というのは、本当に一日二日の間の。減少なんですよね。で、しかも限られた銘柄の減少であって。本来はそれほどの広がりが。 あるものでではなかろうっていうふうには思ういふに思んですただもう本当にあの先闘役戦闘の戦闘戦闘を突っ走ってすごいねって言っているトップが転んだって話なので、まあ、そのことのショック含めて余波がどれぐらいあるんだろうかっていうのが一つ注目点でダ崩はどのぐらい,のいつ起こるか分からないって話をしましたけどもこの持続性規模これも起こってみないと分からないっていうところがあるんですよね。だからそこ一応警戒はしてます でもファンダメンタルズが今すぐ揺らいでるわけではないということで定流はちゃんと残っているでそうなってくるとエヌビ i ア800上げき900いきもう1,000にも届こうかって話になったけれどもこの間にいろんな業者がエヌビ i アの株価目標を1200だ1400だって上げているとでそれが正当化されるっていう業績がついてくるんであればそういうのを目指すんだろうという人からすると。 もうあまりにも早くて1,000にももう今週届くんじゃないかぐらいのつもりで見てたものが800台に落ちたで落ち着いてきたら今がやっぱり買いい場じゃないかって思う人もう出てきますよねだから私はトレンドとしてはまだ上が続くでも早すぎる相場にそういう折々に調整があるだったらこの調整はまあ最初はこれを生かしておしめ買いで次入り方っていうのを考えていくっていうこれの繰り返しだとは思ってるんです。でその上で 先ほど申し上げたようにリバランスでいろんなところに波及していく部分もある。ですから NBDA 一人がどんどん突っ走ってたら周辺のうちこの辺って真っ先に上がっていくんじゃないかっていうものを見ていく。こういう段階を踏んで今相場を捉えようとしているということなんですね。でもちろん割安になっているものに投資をするっていうのが相場の王道だといえば王道なんですけれども。 割安に据え置かれているものと、一番上がっている生成 A. I. 系のものって、同じシャートに並べてみるとわかりますけど。こっちは大変なスロープで上がっている一方で、これを図の中に収めようとすると、その他のものって地面を張っているんですよね。だから、まあ、こういうですね、歴史的な大相場、確かに早いし、怖いしっていうところはあるんですけれども。まあ、こういう場面に遭遇できているっていう幸せをかみしめて、私なんかは。 ここはチャレンジしたいというところですねありがとうございますそれでは以上をもちまして本日のピックでマーケットフラッシュ終了とさせていただきたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございましたどうぞご意見ご感想をお寄せいただければというふうに思いますそれでは大切な本日もありがとうございましたありがとうございました